来たか、タミミのことじゃが、秘密を守ってくれてありがとうな。それを言ってもなお、奴らが単純にカカタのために喜べると思うか？たとえ最後には部品を受け取ってくれたとしても、心にわだかまりを抱え続けることになるじゃろう。過ぎ去ったことが今の人々に影響を与え続けることは望んでおらん。自分にも構わん。とっくに慣れておるわ。懐かしい人々に関する情報はもう一生手に入らんと思っておった。皆がどんな様子をしておったかも、わしの記憶の中でだんだんと薄れていく。だがタミミが届けてくれた手紙のおかげで、再びそれを思い出すことができた。皆わしのことを一度たりとも諦めてはおらんかった。それで十分じゃ。過去にとらわれてしまえば、それこそ皆の善意を裏切ってしまうじゃろ。先生も母もきっとそのようなことは望んでおらぬ。それに今こうしてお前はわしの話を聞いてくれておるではないか。パルディスディアイの夜景はいいものじゃ。ティナリとコレイにはカカタの状況が安定してからまたきっかけを作って伝えるつもりじゃ。今はもう少し秘密を守っていてくれるか。ありがとうな。100年前にも100年後にもわしのことを心配してくれて思ってくれる者がおるんじゃな。そう考えてみればわしも随分幸運に恵まれたもんじゃ。そう思わんか。残念なことが一つあるとすれば、戻ってきたばかりの時、誰も先輩であるこのわしを訪ねてこなかったことじゃな。はっ。ふむ。ただいま。